でのご挨拶となりますが、今一度ご理解のほどをいただきたいと思います。さて、知事選挙がまさに今始まったわけでございます。残す13日間、一生懸命この選挙の政策を皆さん方に浸透できるよう、しっかりと応援をさせていただきたいと、このように考えています。さて、この島が離島の離島県である大山地方でございます。大山地域におかれましたが、さまざまな諸課題がございます。未だに変わらないこの格差、沖縄本島の格差、何が一体原因で変わらないでしょうか。皆さん、この石垣八重山県においては原油高騰と言われておりますが、昔からこの原油高騰、一向に格差の崩れが変わりません。ガソリンスタンドを目の前にして申し上げるのも申し上げにくいんですが、この石垣島のガソリン価格は1リッター当たり約198円の高止まり状態でございます。沖縄県は石油製品輸送等のコストを全額の補助金を出しているにもかかわらず、石垣と沖縄本島との格差は依然と縮まっておりません。この沖縄ウクライナ侵攻が起きたわけで、日本国あるいは諸外国においては原油高がさらに高まり、そして物価高騰が起きている状況でございます。この物価の原油高、起きているこの中においては、八重山の農業の皆さん方、そして漁業関係者の皆さん方が、この原油価格に高騰に煽りを受けて、生産意欲の減り方が今、著しく起きている現状でございます。この現状をいかに沖縄県政、そして今回の県知事選挙が、この沖縄の現在の経済を左右するものかと、皆さんに感じていただきたい。この沖縄県の県知事選挙、経済をいかに右肩に上がりにするか、そしてコロナ禍の中の政治情勢をいかに安定して政治を進めていくか、そこに伝わっていくかと思っております。この石垣県内八重山県民においては、この格差の制度を通じるために、下地幹雄大阪がしっかりと皆さんとそこで向けて取り組んでまいります。さて、下地幹雄候補者、28年の国政での活動キャリアがございます。郵政民営化大臣を務め、そして衆議院議員を務め、沖縄のさまざまな島々の課題を見て回りました。この八重山県域の島々の諸課題を何としてでも下地幹雄候補者にこの思いを県の場からしっかりと立つための政治に努めていただきたい、このように考えております。さて、この場を離しまして、下地幹雄の本人からのご挨拶を、また県知事候補者としてのご挨拶をお伝えしたいと思います。それでは下地幹雄、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。下地幹雄でございます。今日は選挙が始まりまして、初めてこの告示の石垣を訪れました。本当にこうやって皆さんにご挨拶ができる、この感激をかみしめながら、どうしたらこの地域が元気になるかな、財政を進んだかといっても、ずっとその中は石垣の皆さんと笑顔をどう作るかな、このことをずっと考えて、皆さん、戦います。
相手を考えるとしっかり
けど、3000万人の観光客、全員汗を出せるプランを作っていきたいと思っています。下城郷はもう準備はできています。そのことをしっかりとやらせてください。そして2つ目には、観光と農業、観光と水産業、観光とお土産品、お土産品と農業、すべてにおいて、私たちはコラボしなければならない。観光が伸びても、400万人の観光客が1000万人になっても、沖縄県の農業の耕作地は増えてしまった。もう、それではいけない。観光が伸びたら、リーディング産業といえば、全ての産業を引っ張る。農業も、パン粉がある、タイがある、島野菜がある。さまざまなものに、私たちがコラボして、石垣に来る踊りたちが、みんな、石垣の農作物を使う、黒糖を使う、そういうふうなコラボを、徹底的にやっていくのが、皆さん、県人の仕事なんです。Thank you.